アゲハは超目アゲハ蝶科に分類される蝶の一種。日本では北海道から九州まで全土に分布する。本州南部では年にの3回発生し、4から9月頃に見られる。生息域は食草、食樹の生息環境に左右されるため、本州は基本的に市街地にはいない。しかし、カラス残疹などの食草さえあれば、市街地でも見ることができる。 他のアゲハの仲間と比べ飛ぶ速度が遅め。全死長45から80ミリメートル。本種も含めアゲハ長下では、夏型は春型より大型になる。オスには全死に黒いビロード状の毛があるが、メスにはない。また、メスはオスに比べて、甲子の赤斑が目立つという特徴がある。幼虫の食草は、国ガ、サンシ山椒、カラスザショウ、ミヤマシキミ。 カラタチなどミカン科のコの葉だが、栽培種のミカン類はあまり好まない。P、ルキュエンシスアマミーンシス P、ルキュエンシスルキュエンシス不浄化。1975、日本本土産のカラスアゲハは、アシュから種に格上げになり、種名がバヤナーから、デファーニーに変更になった。さらに、沖縄本島産は、別種沖縄カラスアゲハ八重山諸島産は、 ベッシ重ヤエアマカラスアゲハとなり、カラスアゲハの記載論文からバイアナーの種名は、ヤエヤマカラスアゲハ及び台湾に生息するカラスアゲハに与えられることになった。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。